さんだ来ないと思います。おわ来たオールコ。さすがにこれも色は違うもん。青って言っちゃったから。本当だ色が違う。パーゲットファイダー。パーフェクトファイダー。うんこれはね思っちゃいますね最近は。これはまださこうなるでしょトギドだよ。これなんでなんですかそれは逆に言うとその河野さんからすると。まあこいつちゃんと真面目にゲームやってんなって感じはしますよね。やってて。なるほど。やってて。 そう、もうなんか、思いますわ、これは。ここ真面目にやりやがって。なるほど。だからそう、だから俺的にやっぱこうなんですけど、やっぱ結構昔から格ゲーやってる人に聞いたら、うん、いや、時田はもともとあれよ、みたいな。もともとはめちゃくちゃ中二病みたいな戦闘スタイルだったよ、みたいな聞くと俺やっぱびっくりするす、ねいい。いや、やばかったよ。やばかったよ。そう,たよそうっすよね。あの、ランク、ランクマンムーブだよあ<ー>ス。スーパー精度の高いランクマンムーブみたいな感じ。ねはい、は,いは,いはい。ただもう、その、 ランクマンブーブを確立するのが誰よりも早かった。誰も早、はい。ああ、なるほど。そう。みんなが半年とか1年かかるとこ2週間でそ,到達するからそう、到達するから。そう、到達するから。すごいよなぁ。うん。っていうやつだったんだけど、今はもう全然違いますか。精神的に。そうそう。だから昔の話とか聞くと俺やっぱ結構びっくりしますわ。あ<ー>まあ確かに、それ全く知らないけだもんね、カーノがね。うーん。でも俺も思うけど、時が変わったってやっぱ、売る方からだよね、多分ね。うん、売る方だよ。梅原とプロゲーマーになってから変わったよね。うん、プロゲーマーになったからやっぱ変わった。 ねっなんかあ価値を上げなきゃいけないというか自分をしっかりやんなきゃいけないみたいな、うん、そうそうそう梅,梅原の背中を見てでも梅原さんより下なんですね <laughs> 梅原さんの方が下なんですねじ <laughs> ゃあじゃあ <laughs> まあまあ <laughs> <laughs> いやそれはまあ俺,の <laughs> 俺と時乃さんとの関係が浅いからそういうさっきの精神力のエピソードとか <laughs> なんか知らない面があるかもしらんけどはい そう,そういうふうになんかちょっともっと親密になっていったら <laughs> あこいつ精神力低いわって思うエピソードもあるかもしれないです。<laughs> あ確かに。まあその仲良くないっていうかあんまりそう喋ったことない、ね、そう。まあかここでリーグとかで一緒にチーム組んだらいろ、うん、んな面が見れてあこいつ本番弱えわとか思うこともあるかもしれないですそれは。<laughs> なるほど、ね。<laughs> それはね。<laughs> 本番も強いと思いますけどね多分ね。い,いますよ <laughs> でも実際本当に僕もこれぐらいじゃないですかね今ちょっとせっかくパークトなんで 確かに。聞いてっていいですかまずじゃ攻撃力5。これはなぜ5位にしたのか、はい、これねー。やっぱこいつ攻撃力高いですかこいつ攻めすますまあ、多分、俊国がなかったら4かもしれないです。なるほど、ね。あ、じゃあキャラのキャラ、あれをちゃんと潜在能力を生かしてるとか、こいつは。そう、そういうことですよね。うん、そう。 まあ選ぶのもね、能力ですからね。キャラを選ぶのも。はい。まあ、中国の使い方とかも、ちょうど俺を、俺が一番イライラしそうなとこで打ってくるな、とかっていうのもい。なるほど、なるほど。そうそうそう。ああ、めんどくせえな、こいつ、みたいな。そうそう。こいつ、これでうまいとか思ってんじゃねえだろうな、みたいな。ああ、なるほどね。そんな、ただ、ただの小まやぞ、それみたいな。そうそうそう。ああ、5億で小まんやから。400、400やるんだ、ぐざるなっていうね。はい、そうそう。で、中、中盤食らってもね。 あのウルコンで結局400ぐらい減って結局400390ですから運気じゃねえかやつってそうなんですよ,ですよえじゃあシビロク5は何ですかこれはあこれねあのパソコン版になって、うん、あの防御法が一つ増えたんですよラグが少なくなって実はそこあのそれを多分一番初めに見つけたの時戸さんでへ<ー>え具体的には そこれ多分、時代さん別に他の誰に言ってるとかもないと思うんですけど、でも、はい、俺もこれ多分、こういう大焼きの場で初めて言うんですけど、その、うん、投げ前に入った時に、うん、ええー、最速小技を打つ。っていう、守備テクニックが最近また増えまして。そう、それがマジで強くって、その、投げれないし、うん、その。僕らす大嫌は潰すか。 そう、遅らせ打撃も潰されるし、あ、これどうすりゃいいんだっていう。うん、ああ、それが。インプットラグが短いからそ。そうなんですよ。PC 版でしか絶対できないテクニック。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。うん、そうそうそう。それを多分一番初めに時田さんがやり始めて、一番精度が高いのも時田さんやから、うん、まあそういう理由で守備力は5っすね。じゃあ、あれですか、<ー>その時田さんは、周りに入られたら、もうエ、えンコパン打つってこですか立ちこパあ、そう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 ,そう。なるほど。なるほど。 そうなんすよ白み中盤みたいなちょっと出顔を済ませればちゃんと暴れるし勝利も打つしバック捨てもするしっつってチラシもうまいチラシ寿司だ何ですかししこれははいいや次の話なるほどじゃあ反応速度につて 反応速度はじゃあ、はいまあまあ反応速度はまあ普通に速いなって感じですねやっぱこいつ反応速度も速いわとそうですね中足確認とか前背飛びで技術だったりとか、うん、ああ確かにあいつできるもんな、うん、確かに,確かにまあ普通にうまいなっていう感じですうん確かに、うん、なるほど状況判断はこれはまあそのちゃんとリーサルメーテルとかもだったりだけどうんその ここは別に EX 勝利をガードさ、ガードされても、まあ別にいいなってところでちゃんと打ってくるっていうのがなんかやっぱうまい。うん,うん。あ<ー>だからこれちょっと難しいけど。わかります。あの脳裏に焼きつく EX 勝利なのか、いいかね、そ,うそうそうそう。状況とかね、体力的にとかね、そういうことですよね。うん、はいはい。ちゃんとそういうの分かった上でちゃんと打ってやがるっていう感じですね。そうっすね。そこら辺がやっぱうまい,い,、はい。なるほど。あとね、コメント欄もある通り、確かにその、はい、なんか序盤、序盤、中盤、終盤とかよ、そのなんかフェーズごとの うん、行動。あと相手の体力が多い時少ない時あと自分の体力が多い時少ない時、うん、でゲージ持ってる持ってない時の確かにそういった判断は相当適して毎回適した打敗してるなって感じありますよね確かにそれはわかりますね。そ,うそ,うその本当に自分がプレッシャーかけた時あと一撃で終わるって時の、うん、その行動に俺はその人のその本心が出ると思うんですけどああ<ー><る>はいはい<る>うん出るじいないですか。アイパーアみたいはいはい あとは、もう投げ一発で死ぬときにグラップしちゃったりとか、そういうところでちゃんとしっかりとこの、自分の意思を込めた選択肢ができるやつは強いなと思うんですけど、こういったちゃんとやりますよね、うん、それね。やる,やる,やるちゃんと埋め上がる,る。落ち着いてんだなーって感じします。これ的にはね、ねドグラクもそれやるイメージがある。ああ、確かに。うん、ドグランね、うん、もう、あのー、起き上がらずに立ち置きこすりはもうだいぶ有名ですから、ね、うん、<laughs> てか、それしかやらないよ。あと、あと。<laughs> あと、それしかやんないけどな。あと、投げ、投げで死ぬときに、一発で死ぬときに、もう固まるとかね、一生固まる。もうベタ折りだよね、ベタ折り、ベタ折り、ベタ折り。守備力六っすよね、あの人はやっぱそう割り切ってる守備力がやばい。小倉さん六ですよ、確かに。さあ、そして最後の。最後じゃない。最後、最後じゃないか。え、次攻略最後じゃ。精神力精神力かいや、いってないか。ごめんなさい、精神力。精神力はまあ、 まあ優勝何回もしてるとこ見ると5なんちゃうかなーって感じですよね。うんうん、まあ、パンクとのね、エモ2017のあれも懐かしいよね。そうそうそう。精神力なのまあ、精神力は、まあ、また別として、その、ただ、何やろう、う案外リーダーシップ性はないんちゃうかなっていう。あ,<ー>あ、もしこの中の、ね、<ー>項目でリーダーシップ性があったら、数字なんすかいや、もう3とかちゃいます。お いやそのリ,ーリーグ戦とかで、鳥代さん、毎回リーダーなわけじゃないですか。うんうん、結構、毎回最下位争ってるじゃないですか。あ,あ、ます確かに。そう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 。<あ>個人技はあるんだけど、リーダーシップ性がないから負けてると。うん、長嶋茂雄ってことですかね。<laughs> 俺の世代、長嶋茂雄怪しいです、ちょっと。っ <laughs> <laughs>、いいプレイヤー、名プレイヤーは名監督になれないっていう。 あそういうことじゃなんですにそういう意味、にそういう意味。やっぱこいつ名プレイヤーなんで、名監督かちょっとしづらいのかなっていうことですあとちょっと前思ったんですけど、河ノが「トパンが TV」出てたに、はに、なんか時々ちょっとパワハラ食らってたんですよ。なんか、真帆さんのなんか言わんでいいこともなんか、真帆さんに言え、こうやって、マダーエルボー食らって、ドキドキしていなんで、そういったのはどうですかそういう面もですよね。 イラついいてたんすかや、なんか要は、なんか孫に今言ったら、孫が悲しい、悲しい思いことすることなんか、川の前言いよっつって、タクシーのでマーダーエルボーを食らって、で、そういうまあ強引なパスを食らって、そう、で、川の的にはもう言わざるを得ない状況です。ちなみにどういう内容かっていうと、あの当時、孫さん、マジで全然 CPT 結果出てなかったんですよ、去年。あの時でですすね、ね、はははいいい月前 で、まあ、俺と、板山さんと、フードさんと、鳥戸さんで話してるときに、鳥戸さんが急に、でもあいつ、自分のこと、を相当うまいって思ってるんだろうな、みたいな感じのこと言い始めて、<laughs> ちょっと川野、お前次、孫に、うん、世界で自分のこと何位ぐらいだと思ってます <laughs> 聞いてみるよって、なんか急に言ってきたんですよ。 これさすがに冗談だろうなと思っていやいややめてくださいよぐらいで俺もまあそこで終わってたんですけど話ちょうどそこからタクシーで移動するときに急に時代さんが、まあ、俺時代さん席となりで孫さん助手席だったんですけどマダエ,エルボーガンガンってしてきてあこれ家ってことかみたいな感じです。<ス><ス> <laughs> 俺も孫さんに、ま、孫さんって今、自分のこと世界で何位ぐらいだと思ってますみたいな。急に唐突に聞いたね。そう、そしたら孫さんがちょっと声震えながら、うん、俺、毎年カプコンカップ出てるけど、みたいな感じで。<laughs> <laughs> 本当聞いちゃったんだじゃん。<laughs> 聞いちゃった。<laughs> それマーダエルボーには歯向かえねえよ。マーダエルボーは。見てんじゃん、それかなり。マジか。 時のね、あれなんですよ。まあ、ビジョン時代。まあ、カミちゃんもね、知ってますよね。まあ、はい。はい。時のね、空気読めないんですよ。そう、絶望的に読めないですよ。ね絶望的に空気は確かに読めないえじゃあ、カミちゃんと、もし黒人がこれパラメータで、空気読むとつけた時の1ですか空気読めないとですかはい。でも、7ぐらいですあ、七か。7ぐらい読めない。読めなさそグラフからはみ出る感じですかそうですね。 いや、こいつね、まじね、その、面白いと思ったことですあと、天丼っすね。あと、天丼。あ、そう、同じこと何回も繰り返して。擦、はい、りたけるんでしょそう、二回どころじゃないんですよ、はいも。もう永久にやるんですよ。で、あの、だいたいああいうのって、二回目、三回目は面白いけど、四回目、五回目、イラつくじゃないですか。イラつくっすね。殺したことありますね。で、そう。っちゃうよね、ま。そう、ずーっとイラつくなってで結局、9回、8回になると、こっちが折れてもまた面白くなるんですけど、<laughs> <laughs> まだ行っとるわ、みたいな感じで。それそこに来るまでまず粘るんですよ。あ、粘、粘り腰がやばいんだ。 そうそうそう。<laughs> なるほど、なるほど。<laughs> でも結局、こっちのことは何も考えてないんですよ、あいつは。ということで、なんか空気は読めないなとは思ってたんですけど、はい、なるほどね。だからそんな感じでパワハラ食らって、もう飛ばんからその話したの。いや、俺、それ見てて、ちょっったんだよね。え、そしたらその孫な何て言ってたその <laughs> 孫さん。そんなこと言ったっけ、俺とか言ってた。ああ、そういう、本当そんな感じでした。あやっぱそうだな、うん、とぼけるだろうな、あいつは。あ<ー> まあでもそんだけ凹んでるときだからね。そこで、ま、マーダーやっぱ容赦のね、マーダーエルボーが飛んでくくってやつ。さすがに俺も言いづらかったっすよ。<laughs> そうだえ、それはちゃんと時を助けてくれたちゃんと言ったときに。<laughs> いや、隣でクスクス笑ってるだけでした。おわ笑い声が孫さんに聞こえないように、うん、静かに俺の隣で笑ってました。<laughs> 孫さん、助手席来たんで、俺が助手席来たんで、俺が助手席来たんで、わが助手席来たんで、俺が助手席来たんで、こが助手席来たんで、俺が助手席来たんで、俺が助手席来たんで、俺が助手んだったらな助けなあかんからう助手席来んだっは助手席来それで、俺はんで、俺はたんで、俺は助手席来たんで、俺は助手席来たんで、俺は助強い来たで、は助手俺は助で、俺は助手席来たんで、俺は助手席来たんで、俺は助手席来たんで、俺はうんで、俺は助手席来たんで、は助手席来で、攻略攻略席来たんで、俺は助手席で、俺 うーんまあまあ、これはまあ結構みんな納得じゃないのかなっていう。やってますから。うん、まあそうだよね。てかもう5じゃない人間いない。だって川野も五だと思うもん、ああ、ありがとうございます。も,もほとんど5なんじゃないのかんないど。トッププレイヤーはやっぱ5じゃないとなれないよ。うん、そうですね。うん、トップっていうかトップオブトップだよね。もうあなたたちみたいなそうです。そう。